幹事社の日刊報道新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しております。ご協力をお願いします。まずは知事からの発表がありますのでよろしくお願いします。はい、本日私から2点発表項目がございます。1点目、ローマ法大学からの広島ヒルニア国際フォーラム参加者へのメッセージと、英進高校生徒のバチカン市国訪問に関する激励についてでございます。1点目、ローマ法からの激励メッセージですけれども、これはもういいですか。はい、これをいただきました。これ経緯はですね、5月にパロリン国務長官に、ローマというかバチカンで、面会をした折に、若い人々の教育に強い関心を持たれていらっしゃいましたので、ジュニアフォーラムでまとめた広島宣言をお送りしまして、長官からのメッセージをお願いをいたしました。ローマ法王大家は若い人々が人類家族の未来に対して、特に異なる宗教と文化的伝統を持つ人々の間で友情と対話を育てることに対して持つ重要な責任に、留意するとされておりまして、これに取り組む若者への激励をいただいたものであります。ということで、はい、いただきました。そして2点目は、英進高校の生徒さんのバチカン市国訪問ですけれども、今月下旬に、英進高校2年生の重政優さんがバチカン市国を訪問されます。でこれは、在バチカン日本国大使館が日本、バチカン市国国交樹立75周年を記念して実施をいたしました。作文コンクールの優秀作に重政さんの作品が選ばれたということによるものでありまして、法王大会への謁見も予定されていると聞いております。重政さんは今年のジュニア国際フォーラムの参加者でもございまして、今回選ばれたことを大変嬉しく思っております。で11日には知事室に来ていただくという予定になっておりますので、これも取材をいただければと思っております。今後とも国際平和を希求し、世界的に活躍できる人材の育成に向けた取り組みを継続していきたいと考えております。続きまして、広島ハワイ次世代ビジネスリーダープログラムにおける合同研修の結果についてでございます。県では11月13日から4日間の日程で、ハワイ州で、広島ハワイ次世代ビジネスリーダープログラムを実施いたしました。これは中小企業のグローバル化に向けて現地研修や交流を通じて次世代のビジネスリーダーの育成を図るものでございます。広島県側からは、加工食品の製造販売、飲食業、不動産、環境分野など、県内の中小企業等10社、ハワイ側からは、IT、金融など9社が参加をされました。プログラムでは、ハワイ側プログラム参加者と、文化、慣習やビジネスルールの違いを相互理解するとともに、リーダーシップのあり方の意見交換などを通じまして、グローバルに活躍できるビジネスリーダーに必要な知識などを深めていただいたところであります。このプログラムは人材育成を目的としたものでありまして、現地等でのビジネス交流については、これはまあ何て言いますか、あればいいかなというかですね、そういう期待であったわけでありますけれども、資料に書いてあると思いますけれども、2ページ目の2の3ですかね、すでに具体的なビジネス案件も生まれてきているところであって、大変嬉しく思っているところです。来年3月には広島に、ハワイ側の参加者を迎えする予定になっておりまして、さらなる研修交流を実施をしていくということになっております。このプログラムに参加されている知
次世代のビジネスリーダーの活躍にますます期待してまいりたいと考えているところでございます。すいません、私からは以上です。この件について質問がある方がいらっしゃいますでしょうか。はい、中国新聞井口と申します。ハワイのリーダープログラムの件ですけども、先ほど知事おっしゃったように、その、まあ、中小企業のグローバル展開というのをですね、こう支援したいということから始まったんだけど、まあ、予想以上に多分早くこうビジネスの目がですね、なんか出てるんじゃないかなというところだと思うんですけど、どういうふうなその要因というか、どういうふうにその分析をしてらっしゃるかということが一つと、あと、まあ、人材育成ということなんで、多分結構その息の長い支援というかですね、必要になるんじゃないかなと思うんですけど、次年度以降の、まあ、言える範囲で構わないんですが、大まかな方針でもよろしいので、次年度以降のことなんか、今後の県の方針があればです。お願いします。このハワイとの研修というのはですね、ご出身のように、このハワイ州と広島県と友好を提携をしていて、でそういうご縁の中で、まあ、これはたまたままた20周年の節目にということでもあったわけですけれども、まあ、そういうご縁に基づいて、その単なるこの座学とか見学とかということではない、まあ、一つのこの関係をベースにした、何て言いますか、具体的な相手の顔を見えるような中での研修ということで、進めたものなんですね。で、もともとこの募集をした時にですね、参加者の皆さんが非常にこう何て言いますか、熱心というかですね、まあ、意識が高い。なんか調子悪いですね。すいません。意識が高いというか、まあ、非常に前向きな姿勢を持った人をこう来ていたことができたので、それが結果としてこのビジネスの具体化というところにつながったのかなというふうに思っています。ビジネスの具体化するということ自体は目的にしているわけじゃないんでですね。まあ、これは何というか、どっちかというと副産物的な感じなんですけども、まあ、逆に言うとそれぐらいこう積極的な方々が参加いただけると、この目の前にあるチャンスを生かしてくれるっていうですね、まあ、そんなことにつながっているんではないかなというふうに思っております。で、今後の予定ということで言うと、今のようなこのハワイ側とのその関係をベースに、それを活用してということでありますし、先方もですね、グローバルリーダーとしての、活躍とか研修とかっていう意味もある一方で、その広島とのやっぱり経済人、産業界での交流っていうですね、っていうのもあるので、これは継続していきたいというご希望も持っていらっしゃるというふうに思ってまして、まあ、そういう意味も含めてですね、できるだけ継続はしていくということになっていきます。で、個別の今回参加をした皆さんをどうフォローしていくかということはですね、これはまだ決まっていないので、それは今後というかですね、ということになろうかと思います。